すごく迷子。私すごく迷子なんですけど。え、なに？アーから取ってよったっけ？アローラ、アローラ。ここ全体がアローラやっけ？待って、そこから。やばいやばい。アローラ地方、アーから島。アーから？とりあえず、あ、シェードジャングルから行こっか、じゃあ。ん？メモリアルヒルってここの近くじゃなかったっけ？違った？もうちょっと遠かったかな。じゃあ、とりあえず、シェードジャングルの方を先に。シェードジャングル一体どこ？こっち？方向合っとる？これはお得な掲示板か。いや、お得な掲示板じゃなくって。5番道路。あ、シェードジャングル？え、シェードジャングルって？シェードジャングルがあれよね。魔王の試練のとこよね。なんか全く関係ないところ行きよらん、私。シェードジャングル、シェードジャングル。ほら、関係ない方来た。全く関係ない方来た。しかも草むらに入るっていうね。こっちか。ん？なんか今さっき。なんか今さっき。ポケファインダーが。ここなんか映すポイントなん。ポケファインダーを起動した。久々のね。あ、おるやん、おるやん。間違えた。ちょ、待って。アップにしたかったんよ、そうそう。あ、こっちに。あれ、なんてやつやっけ。ちょ、走りすぎ、走りすぎ。あ、かわいい。冴えてるー。ありがとう。もうパシャパシャ取りまくろ。なんかちょっとこっちに。そうそうそう。あ、いいやん、いいやん。ナイス。さあ、写真の選択へ。最後のもうちょっとピント合わせればよかったかな。とりあえず、これめっちゃカメラ目線じゃない？違う違う。ほら、これめっちゃカメラ目線じゃない？何？みたいな顔してこっち見よるけど。じゃあこれで。アップ完了だろ。お、みんなのコメントどうよ。これはいいアングル。このフォルムたまらん。近くに住んでまーす。こんにちは、お元気ですか？ハレー、私は好きだよ、これ。僕も写真始めようかな。ありがとう。あー、でも、怖えんかったね。前回めっちゃ良かったもんね。いい写真だったろ。合計記録9450。1万人が気に入るとバージョン3に、あとちょっとやん。あ、保存せんでいい、せんでいい。そうよね、総合的なお気に入り数が1万人いけばいいよね。あとちょっと頑張ろ。いや、まあ、そこまで気合は入れんけど。シェードジャングルってどの辺やった？まあ、私の記憶力が、あ、なんかあそこに穴があったような気がしたけど。こっち関係ないんか。地図的にこっち全然関係ないよね、多分。あ、これや、ヨーテリーや、ヨーテリー。そうそう、なんか、コヨーテっぽい名前やったなぁと。コヨーテじゃないか、ヨークシャテリア風。よし。シェードジャングル、なんか右側になかったっけ？あの先？普通にもしかしてこのポケモンセンター越えたそこってこと？これかな？え、せすらぎの丘って書いてるね。ってことは違うんか。せすらぎの丘じゃない。なんなの？どこから入っていくの？この上にずっと行けばいいってことかな？迷子なんですけど、私。迷子なんですけど、私。え、マジでシェードジャングルやっぱこの上？回っていかんといかんのかな？段差があるけんいけんよね。え、どこから、え、どっから抜けるの？ポケモンセンターの横から。え、ポケモンセンターの横からとかいけんよね。え、何？どうやって行くんこれ。あ、あっちからぐるっと回っていくってこと？こっちから。多分そういうことか。これでまた全然違う場所とかについてはどうしよう。でも下の方行ったらさ、お花牧場とかいうとこやけん。よし。え、上がれんくない？あ、こっちか。てかなんか、え、上がれんやん。え、どういうこと？あ、こっちから回れるってことか。え、違うやん。出てきたんすけど。あれ？え、え、どういうこと？待って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 。
ちょっとなんか延々と私同じとこぐるぐるしてるだけなんやけど。あっち側に抜けれ、あ、こっち側に行けるってことか。なるほどね。あっこから上がれるんか。もうしっかり。お、トランセル。昔ポケモンを見よったときに、あれ？オスのバタフリーとメスのバタフリーがおって、なんか、メスの方は、ピンクやった記憶が、ね、上がれないんだけど、どうやって行ったらいいのこれ。もし上がれないの普通に。あー、抜けれない。どう行けばよろしいのここ。シェードジャングルってどう行くの？もう一箇所の方先に行こうかな。踏破するには結構疲れる道路。でも行けるんやろ？行けんの？もしかしてせせらぎの丘を通っていくとかそういう。待って、地図。わからんぞ。普通にわからんぞ。あ、こっちから行く。あ、そっか、同じことを言いよるな、私。多分同じことを言いよるな、私。やっぱりこっちのさ、せせらぎのなんちゃら。せせらぎの丘から行くってこと？行ける？抜けれる？行き止まりじゃないっけ、ここ。多分そんな感じよね。ここってあれやろ、なんか弱足とかと戦ったとこよね。すごく迷子。私すごく迷子なんですけど。ということだから、もう一箇所の方を先に行こう。メモリアルヒルやね。そっちの方で捕まえられたら問題ないやん。そこで捕まえれんかった時がめちゃくちゃ問題やけど。ね。どこよ。メモリアルヒル。あ、ここや、ここ。おし。メモリアルヒルにいますように。レッツゴー。はい、到着。さあ、来たよ。あ、そうか、ここは命の遺跡やけん関係ないよね。アーカラ島の外れ。ここも関係ない。ちょっと、おじさん、道の真ん中にドンといたら邪魔だよ。はい、来た、メモリアルヒル。じゃ、ここで、ライトニング。さあ、来るんだ、ライトニング。お、野生のゴース。これって、うろちょろしよったらどっちかでは必ずおるんかな？それともどっちかにしかおらんのかな？なにこれ、野生のボクレイが飛び出してきた。初めて見たんだけど。初めて見たんだけど、普通に。お見通し。この子もゴーストタイプ？なんか可愛いんだかなんだかよくわからないような顔をしてるけど。とりあえずちょっと。うわ、全然効かない。ってことは多分ゴーストタイプってことや。ゴーストタイプを捕まえやすいやつってなんかなかった？ネストボール。だいぶ違う。クイック。クイックとかやったらどうよ？なんか捕まえれるんやない？この辺とかはあれか。ケイシーのためにあるやつかな。ないね。ということは、ちょっとクイックボールを投げてみようっと。捕まえやすいかな。戦闘始まってすぐやけど。さあ来い。うわ、すげえ、ほんとや。やったー、ボクレイを捕まえたぞ。本当に捕まえた。いいね。傷つけることなく。ボクレイのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。なんか愛嬌のあるような顔はしとるよね。あ、進化するんや、この子。気になる。でもなんか、なんやろうな、夜回るみたいな感じになりそう。ボクレイ、切り株ポケモン。緑の葉っぱを摘み取って、煎じて飲めば万病に効くという言い伝えがある。ゴースト草タイプ。ゴーストと草、なんかちょっと珍しい感じやね。で、そうじゃなくってね、あ、来たよ！ライトニング！よっしゃー。やっぱりうわ、なにこれ気持ち悪い。
なんかすげえ気持ち悪いんだけど。これがライトニング？特攻がぐんと上がって、やばいやばいやばい。よし、行くよ、ルナーラ。ルナーラでいけるかな？ 20 レベルぐらい違うけど。とりあえずカビゴン行こっか。ね。やられるかもしれんけど。いや、でも大丈夫やろ。40レベルぐらい差あるけん。よし、行くよ。エレキフィールド。電気タイプの技が。手加減でどれぐらい減らせれる？一回あたり。やばいって、やばいって。あー、思ったよりはやばくなかった。もうちょっと勢いやる。うおー、マジか、急所に当たった。よし、いけるんじゃないこれ。ちょっと待ってね、どこ？あったあった、ウルトラボール。さあ、行くぞ。あー、思ったよりは簡単に終わりそうかな。今ちょっと、やべえ、全然簡単に終わらない。全然簡単に終わらない。ちょ、待って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 って。とりあえず、違う違う。とりあえずちょっと一旦回復しとこう。満タン。よし。はい、カビゴン。でもあっち、別に回復とかせんかな。向こうが回復せんのなら全然いいんやけどさ。でももうこれ多分体力向こう1位になっとるけん、これ以上減らせんのよね。もうひたすらボール投げるしかない？よし、来い。25個全部使うことはないだろう、きっと。でもさっき結構早い段階で出てきたよね。ちょっとびっくりしたんやけど。おっさ、よかった。2個では捕まえれる。なんていう名前なんやろう。通称ライトニング。電樹木。へぇ、なんかそんな感じやね。電気でできた樹木？電樹木登録完了。これに比べたらビューティーはだいぶビューティーかもしれない。正体不明のポケモンだとよ。早く調べると。電樹木、電飾ポケモン。ウルトラホールから出現した発電所を襲撃したため、電気がエネルギーと思われる。ニックネームはいらない。じゃ、とりあえず手持ちに加えとこっかな。なんか電気タイプ増えてきたような気がするんやけど、気のせいかな。アシレーヌをちょっと。まあ、そのまんま。どうせアシレーヌしか使えないジェットクリスタルだからね。UB の捕獲に成功！残りあと1匹。おし、来い。あと1匹。おー、やばい。2匹連続できた。2匹連続できたよ。やったね。さあ、またカビゴンに頑張ってもらうしか。もうレベルは一定で65？かな？どうよ。いやね、一定やね。どの子も一定っぽい。はい、それじゃあ、カビゴン麻痺しとるやん。よし、とりあえず。いけ、カビゴン。もう一回急所に当たってくれんかな。そしたら一発でいけるんやけど。ねえ。とりあえずは最初にエレキフィールドを使うのね。ほい、それじゃあ。カビゴン、手加減。向こうが先か。あ、やばいやばいやばい。手加減。やっぱり急所に当たらんかったら一発じゃいけんね。ほい、それじゃあ満タンの薬で。今回も2回ぐらいかかるんかな。ほい、満タンの薬。よし。とりあえずその技を3回ぐらい食らったらちょっとやばいかなっていう感じやね。さあ、カビゴン手加減。向こうか。あ、やばい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 。よし、オッケー。オッケーやけど、とりあえず、捕まえれんかった時が、捕まえれんかった時が怖いけん、とりあえずね、回復しとこ。ほい、オッケー。次でちょっと、ウルトラボールを投げてみるよ。お、足元の電気が消え去った。これで攻撃の威力も下がるだろう。おっしゃ、ウルトラボール。
さあ捕まってくれ一発で。来い。あ、来そう。お、おっしゃー。あ、今回一発やった、やったね。やった、電磁木を捕まえたぞ。さあ、じゃあこれで2匹とも捕獲成功。いりません。すべての UB の捕獲に成功。ハンサムに報告に行こう。おっしゃ。ってことで、ハンサムさん、ハンサムさん、何番道路やった？なんかこの辺やったよね。あ、ここや、ここ8番道路、8番道路にあるローサイドモーテル。はい、到着。ボスはいつも何？近くの町の警護に行きよるってこと？本当に警護におるんかどうか見たいよね。ハンサムさん、捕まえました。UB を捕まえた。素晴らしい。やったじゃないか。すぐにボスを呼び戻そう。お、お帰りなさい。今度こそごちそうを。なになに、なんかまだ険しいお顔を。保護した UB のデータを本部とビッキさんに転送完了しました。今回もお疲れ様でした、皆さん。ライトニングこと電磁木の謎も解明されるはずです。どう解明されていきようかちょっと見に行きたいね。ぐ、なに、どうしたどうした、疲れ？大丈夫かボス。え、ええ、問題ありません。少し立ちくらみがしただけで、どうか心配なさらず。体弱いんかな？いや、ただごとではない。ボスのスタミナは怪力並み。立ちくらみなどありえん。それは失礼じゃない？いえ、それほどでは。心配をおかけしすみません。本当に大丈夫ですので。それにしても、アイナさんはやはりすごいトレーナーですね。私、電磁木を市街地から遠ざけるのに精一杯で。なぜか UB たちは私を見ると目の色が変わって、まるで私を餌か目の敵にしているような。マジで？なんかあるんかな？気のせいというか、疲れているんだろう、ボスは。ハンサムさんはなんか知っとんかな？あ、また来た。邪魔するよ。口なしさん。なぜ壁際に立つの、いつも。よ、やってるか？店じゃないんだから。お前は。よう、ナンバー836。あー、今はハンサムだっけか？何、ナンバー836って。ああ。おいおい、釣れねえな。お前らが探してる UB の情報を持ってきたってのによ。また？本当ですか？ブラスターって化け物、裏裏島にいるぜ。詳しいことは島でだ。その情報、真実なのか？裏裏はな、俺が島キングやらされてんだ。化け物どうにかしてくんねえと、守り神さんにどやされちまう。ありがとうございます、口なしさん。そんじゃあな。ナンバー836ってどういうこと？何のナンバー？ハンサムさん？ああ。ハンサムさん、口なしさんとお知り合いなんですか？昔少しな。そんなことより、今は任務を優先すべきでは。もしかして実は犯罪者とかじゃないよね。囚人番号とかじゃないよね。ええ、そうですね。UB に目撃された今、任務が最優先です。裏裏島に移り、そこのモーテルに拠点を構えます。すみませんが、アイナさんも準備でき次第お越しください。裏裏島に向かう。アイナ君も頼んだぞ。裏裏のモーテルは13番道路にある。OK です。ナンバー836。836やけん、ハンサムさんってこと？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。